とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はですね、ジンベエでラスボスのタイムアタック行きます。今日はワイルドボーイだね。ワイルドボーイで行こうと思う。必殺技がワイルドアクトを4つつけてきてます。まあ、黄昏でもいいけども、黄昏よりも、ワイルドアクトの方が、リキャストが短いのよ。うん。ワイルドアクトの 1.5 倍ぐらい、再使用にかかるから、ダメージを出そうと思うと、こっちが断然強いから。うん。特に1対1になると、これはね、ほんと最強の技じゃないかなぐらいの強さを発揮するんで、まあ、行ってみようか。まあ、以前、ブルームーンで行った時が、4分7秒だったから、それ超えたいな。それ超えたい。まあまあ、とりあえずね、攻撃力をアップさせていきましょう。はい、あ、いたたたたた、よいよい。あれ？おい、なぜだ？なぜだ？おかしい、おかしい、おかしい。あ、でも3段階ぐらいの強化でも断然ダメージ出せる出せる出せる。あ、いや、そうでもねえか。うん、ブルーストリームは4発撃てば敵の HP 半分減らしたもんな。あー、そこまではないか。そこまでの破壊力はないか。いや、あれやっぱずるいわ。範囲もすごいし、威力もとんでもないから、あれはずるいな。よし。あー、まあまあ、ダメージはね、結構取れるんだけども、あれには勝てねえな。どうしても。あれにはちょっとどうしてもダメージ勝てないな。すごいな、あれって。本当に段違いだわ。はい、 OK。 とりあえず1段階目楽勝。2段階目だね。ちょっと強化時間が15秒は過ぎちゃうので、また1からやり直しかな。でもそこそこ早いかもしんない。うん、次のボスを2分台で倒せばいいタイムが出るんじゃないの。まあ、このワイルドアクトのいいところは再使用時間。ああ、オッケーオッケーオッケー。再使用時間が短いことだから、それを活かしてガンガン攻めていこう。あ、いったあったあった。でも調子乗ると死んじゃうからね、ここだけは気をつけろ。いや、いいダメージだよ。ほんといいダメージ。し、再使用時間も短めなんで、もうほんとに、アルマゲドゥンこれ、あー、無理か。お、やっぱり、うん。阻止できる。お、いけた！チャンス取れる取れる！やるね。やるよ。おう。あ、ミスった。やべえ、調子乗った。あ、でも芸能人ラクトは復帰も早いから。ああ、芸能人ラクト復帰早いから大丈夫。失敗した、失敗したな。オッケー、思いっきり食らっちゃった。よし、ここでマックスまで持っていく。オッケー、マックスまでは行ってないかもしれないけど、オッケー、これでチャンス取る。いや、ダメだ、全然ダメージが足らん、全然ダメージが足りてない。いや、でも攻撃の必殺技の再使用時間はもう間違いなく最速でたまるからいいね。よし、じゃあ
もうほんともう急ごう。よっしゃ、ワイルドアクトのいいところを見せていきましょうや。これじゃ取れないんだな。あぶねえ。いやでも結構早いっちゃ早いよ、早いよ。オッケーオッケー、よっしゃ、よし、いける。あーでもこれワイルドアクトがあと一発溜まってくれれば倒せる。倒す、よし。どうだろうか。一回ね変身が解けちゃったところがねちょっと残念な感じだけども、でもそれでもそこそこ早くなかった。うん、録画の時間を見てもそこそこ早い気がするけど、はい、まあ、とりあえずワイルドボーイこれぐらいの速さで倒すことができました。ただねワイルドアクト強いけど道中がきついのよ。道中つらい。道中はやっぱり黄昏を入れてた方が安定するので、そうね、ダンジョンとして見ると黄昏入れてきた方が良かったかな。1対1だったらまあ断然ねワイルドアクトが使いやすいけども、はい、まあとりあえずこれぐらいの時間です。ではね、他のキャラクターでもタイムアタックやってます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや